りますね。はい、これはどういうことなんでしょうか。多分ね、はい、大谷選手のこういう押してないところがあるじゃないですか、はい、そういうところで押してたと思ったらいきなり組み合いましたね。ちょっと掴めないですね、岡田選手もね。ここはクリーンプレーとは言いません。はい、須崎選手ね、今年の5月ですか、5月にデビューして、もう4試合デビューですよね、はい、もう勉強してます。いや、分かるぐらいですか。まあね、
仕事の時に。キャリアの差を埋めるにはやっぱりラフを
系だな。
家系ラーメン屋なのせーんパパパパ嘘だろここまでやるかちょっとちょっとどっちの告白になってるんですかねちょっとね、頭があれ、あー